オストロミールの福音業教会スラブ語による、ヨハネによる福音書の冒頭部分。オストロミールは、キエフル式の軍司令官、政治家である。1054年から1057年にかけては、ノブゴロドのポサード肉の地位にあった。オストロミールは、ドブルイニアの孫、コンスタンチンの子であり、ビシャタの父である。また、主君であったキエフ大公イジャスラフ一世と、遠赤関係にあり、 ノブゴロドの地のようなキエフ大公国領の広範囲を管轄する事実上のイジャスラフの共同統治者であった。ソフィア第1年代記には、1054年よりイジャスラフ一世に派遣されたノブゴロドのポサード肉として言及されており、また1056年にチュジ族との戦いで戦死したことが記されている。ただしニコライカラム人は、 オストロミールの依頼によって編纂された、オストロミールの福音料の後書きに注目し、1057年には、まだオストロミールは生存していたとみなしている。なお、オストロミールの妻のフェオファラは、ヤロスラフ一世の世帯の出身者であったとする仮説があるが、資料が乏しく、いくつかの仮説の上に立つ説である。また、フェオファラを、ウラジーミル一世とその妻の一人アンナとの間の、 娘とする説もある。注釈出典ロシア語。V-HAT-A-B ロシア語。ファイ、ありがとうございます。